はい、皆さんこんにちは。タップダンサーの穴田秀明です。今回はいろんなクランプロールの打ち方を使った振り付けをお伝えします。クランプロール、リバースクランプロール、プレスクランプロール、クランプロールでのシングル、ダブル、トリプルなど内容盛りだくさんでお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。最初は左足に重心をかけて、右足ステップヒール、左足ヒール、これをプレスクランプロールと言います。一番最後の左足のヒールが1、2、3とカウントの頭になるように音を集めます。今回は前横前横で4回打ちます。1、2、3、4、右足からブラッシュステップ、ブラッシュステップ引いて、横からシャッフルステップ、スタートスイングしてタタッタタ。ここまでいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。そしたら右に2ステップ、フラップステップ、スタート、スカッフしてから、左足からクランプロール。この時に音を最後の音に合わせて潰します。反対も右から、はい、ここまで頭から続けてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8。ここまでを一緒にやってみましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。3、8目からいきます。右足からフラップを右左4回やって、右回りで一周します。1、2、3、4、正面向いて右足からクランプロール、ヒールからリバースクランプロール、ちょっと開きましょう。そしてヒール、ヒール、これが1、2、3、4、5、6、7、8。つなげていきます。そしたら今度は右足からまたクランプロールを1&2。次はその1&2の頭の部分がフラップになります。次はシャッフルステップ、これらを1、2って今クランプロールを数えた場合、2と1の次のつながりの間に音が何個入ってくるかで、シングル、ダブル、トリプルという言い方をします。最初は1&2、2か間が2つになったらダブル、2からの間がもう一つ3つになったらトリプル。このように、音の数によってシングル、ダブル、トリプルと言います。で、今回特にダブルがね、いつも難しいんですけど、今回1&2っていうのが基本の音のクランプロールなんですが、その2と1の間に次のクランプロールが真ん中に入るのか後ろに寄るのかでスイングするかしないかになります。1&2&1&2&2&1&2。今回はスイングしますので、1&2&1&2というふうに使います。ここだけやってみましょう。シングル、ダブル、トリプル、1&2&3&4&5&5&6。トリプルの時は横から持ってくるようにしましょう。最後クリック2つ鳴らして締めましょう。では3エンド目からつなげていきます。一緒にやってみましょう。5、6、7、8、1、2、3、4、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 
ではここまでを一緒にやってみましょう。
ランプロールはボールとヒールの細かな組み合わせなので、うまく打たないと音がくっついてしまうことがあります。自分が伝えたいリズムとは違うリズムで伝わってしまうことがあるので気をつけましょう。タタっていう音がタタっていうように音が潰れないように気をつけてください。しっかりと打てるように練習しましょう。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。